マンハイとは、俳句や川柳と同じく五七五の十七音からなる、端子型の文芸の一種。1946年、岡本一平によって提唱された。国にイラストを添えることもある。太平洋戦争末期の1945年3月、岐阜県鴨茂郡西白川村に疎開してきた岡本一平は、岐阜県で行われていた教肺に興味を惹かれ、 土着の文芸の面白さに着目した。俳句で風流とされる自然美よりも人間的で実生活の中に発想する指摘情緒を重視し、それを新風流と位置づけ新たな17音端子として満杯を提唱した。そこには、敗戦を迎え暗い世上に明るさを与えようと、俳句の条件である季語にこだわらず17音の形式の中に自由に通俗的に新しい表現を、 試みようという意図から、笑いやユーモアが取り入れられている。提唱後の所存は、おかゆばら減らさぬように笑わそうであった。1946年、有志によって三河万満風銀社が創立された。満風とは、満杯のことである。同社によって、帰還し、満風が発行されるなど、満杯は、岐阜県内に、精力的に広まった。 しかし岡本一平が低症の2年後に急性したため、はっきりとした定義がなされないまま縮小した。満杯発症の地である白川町では、1986年に発足した満杯区会によって研究やトークが続けられている。また、子供満杯も行われ、継承が行われている。白川町の三河小学校跡地には、満杯発症の地の区比がある。 ありがとうございます。